ねえリンリン、今度始まるゲームの話聞いた？あの、来月開始予定の？一応評判はネットニュースとかで。そうそう、アコのフレンドさんも結構やる人多いみたいなんだけど、リンリン的にはどうなのかなって思って。私はあんまり。そっか、そういえばリンリン、今やってるゲームがずっとメインだって言ってたよね。うん、新しく始めるとフレンドとか大変だし、ソロプレイメインなら多分大丈夫なんだけど、私このままでいいのかな。このままでってどういうこと？私ね、小さい時から何か始めたり新しいことって苦手で、ピアノのコンクールも本当は出たくなかったんだ。人もたくさんいるし、どうすればいいかわからなくて怖いなって。だからずっと避けてたの。でも、リンリンは自分が思ってるよりかっこいいんだし、もっとドーンと言ってもいいと思うんだけどな。どう？例えば、そうだ、アルバイトは？バイトしてると新しい発見がたくさんあるってお姉ちゃんもよく言ってるし。いきなりアルバイトはちょっと、接客とかもしなくちゃいけないから。あ、そっか、確かにいきなり接客はハードル高いかも。じゃあ部活はどうかな。部活ならお客さんとかもいないし、体験入部ってことにすれば無理に入らなくても平気だし。体験入部でも私には。二人とも出る準備はできましたか？そろそろ次のバンドの入り時間ですので、すぐ出られるようにしておきましょう。はい、リンリン、続きは帰ってからチャットでしよう。うん、ありがとう、アコちゃん。部活か。あ、ここが部室と。つい様子を見に来ちゃったけど、どうすれば。白金さん。そんなに驚くことですか？すみません。いえ、こちらこそ急に声をかけてごめんなさい。ところで白金さんはどうしてこんなところに？あの、それは。さやさん、りんこさん。若宮さん。お二人とも奇遇ですね。これから部活ですか？あれ、確かりんこさんは部活に入っていなかったような。私は弓道部がお休みになったので、このまま帰ろうかと。白金さんとは偶然会ったんです。私はその、部活ってどんな感じだろうと思って。昨日アコちゃんと少し話したので。それで。そういえば若宮さんは部活を掛け持ちしていましたよね。今日は何部の活動なんですか？予定なんですが、部室に服装を忘れてしまって。服装ですか？確かお茶の席で使うハンカチのようなものでしたよね。はい、さすがさやさんです。この服装で使った茶器や茶色を拭うんですよ。あ、すごく上品で綺麗。ええ、本当に。ありがとうございます。お二人とも、よければ今日、茶道部の見学に来ませんか？見学？不慣れな私たちでは、お邪魔になってしまうのではないですか？大丈夫です。茶道の精神を広めるためにも、見学はいつでも大歓迎だと、
したから。でもその私は。わかりました。氷川さん、せっかくのお誘いですし行ってみませんか。今日はちょうどバンドの練習もありませんし。氷川さんが音楽以外に興味を示すなんて少し意外。はい、わかりました。決まりですね。では行きましょうか。